あなたの悩みを解決します。本のソムリエ本のソムリエチャンネルナビゲーターのじゅんです。あなたはこんな作品を読みたいと思っていませんか心のイライラを鎮めてくれる作品だとか心が優しく温まる作品だとかさらに映画化された作品の原作だったりするとなおよし。 この神様のカルテは2011年に、嵐の桜井翔さん主演で映画化された作品の原作本です。栗原一とは新州にある、24時間、365日対応の病院で働く、29歳の内科医。この病院は常に医師が不足しており、専門外の分野の診療や、3日間寝ずの出勤などに地上差判事。一とは妻の春に献身的に支えられ、 経験豊富な看護師と、変わり者だが優秀な外科医の友人と助け合いながら、日々の診療をなんとかこなしている。そんな栗原に、母校の医局から誘いの声がかかる。大学に戻れば、休みも増え、愛する妻と過ごす時間が増える。最先端の医療を学ぶこともできる。だが、大学病院や大病院に手遅れと見放された患者たちに精一杯向き合う医者がいてもいいのではないか。 悩む一との背中を押してくれたのは死を目前に控えた高齢のがん患者である安住さんからの思いがけない贈り物だった私のこの作品神様のカルテに対する感想は読んでいて心温まり優しく幸せな気持ちになれる作品でしたこの本についてもっと詳しく知りたい方は本のソムリエをクリックしてリンク先のブログをご覧ください